ではここから読んでいきたいと思います。一緒に行きますね。環境、Environment 重要な、Significant 調査、Survey 影響、Impact 解決する、Resolve 進歩、Progress 重要な、Essential 促進する、p r o m o t e 複雑な、 complicated 信じる believe 発展 development 危険な hazardous 変化 change 改善する improve 現象 phenomenon 関連する relate 探求する explore 効果 effect 考慮する consider 責任 responsibility 機会 opportunity 成功 success 検証する validate 結果 outcome 有利な a d v a n t a g e s 逆 reverse 表示する、ディスプレイ。資源、resource。これ、resource って読む人もいます。要素、element。適切な、appropriate。見積もる、estimate。調整する、adjust。評価、evaluation。 維持する、sustain。創造的な、creative。優先する、prioritize。保護する、preserve。複数の、multiple。方法、method。見通し、prospect。 抽象的なアブストラクト知識これはですねちょっとこっち変えましょうかえー、っと洞察力にしましょうはいこっちのがいいですまあ知識という意味で使う場合もあります洞察力 アキュメンこれね、アキュメンって読む人もいると思います。多分どっちらもいいんだと思います。アキュメントあるいはアキュメン次いきます。一貫性、consistency、意図、intent、積極的な、p proactive、恣意的な、 arbitrary 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 指的なっていうのは、えー、まあ自由にいろんな意思があるけどその自由な意思でっていう意味ねごめんアクセント間違ったもう一回いくねこれね arbitrary これです arbitrary、えー、次行きましょう対立する contradict 分析する アナライズ限界、リミテーション、推測する、スペキュレート、慎重な、プルデント、主張する、アサード情報源、リポジトリー、相関関係、コーリレーション、着実な、ステッドファスト、 推進する、propagate、一貫性、cohesion、優越性、supremacy、欠陥、flaw、多角的な、multi-faceted。